はい、それではこの文献を紹介したいと思います。概要です。この論文では文法誤り訂正のアプローチを提案していて、これまでこう主にそのこのタスクで使われてきた SMT と NMT のお互いのこう良さを強調し合うように結合して使うというアプローチを提案します。でこのシステムが既存の結果を超えてステートオブジアートの結果を出したということと、あと人で人間がその誤りを評価した時とそのシステムの評価を比較してかなりこのヒューマンレベルに近い結果を出したことが報告されています。まずモデルの前にデータの話と前処理の話です。トレーニングデータはこの2つナックルとラング8を使って、デベロップメントとテストデータはこのコヌル2013-2014のアット JFLEG のテストデータを使います。でそのモデルに入力する前にそのテキストの前処理の話になるんですけど、一般的にはその単語で分割して、モデルにインプットするっていうのが、よく用いられるんですけど、ここではそのアウトオブボキャブラリーの問題を、その扱いたいっていうことで、アンノンワードを出したくないっていう思いで、このバイトペアエンコーディングっていうものを使って、5万サブワードに分割してインプットをしています。データセットの詳細はこちらです。で、これからその SMT と SMT の説明をするんですけど、基本的に過去に提案されているシステムを使って少しだけ改良を加えて使います。でまず SMT の方は、提案されている、ステートオブアートな SMT フレーズベースの SMT を使って、でさらにちょっとこのキャラクターレベルデンスフィーチャーだけ追加して実験を行っています。で、過去の提案されている SMT のシステムと違う点が3つあって、トークナイザーがオリジナルのを使っているらしいです。もう2つ目が、サブワード、さっき言ったバイトペアエンコーディングを使っているという点で、3つ目が、このキャラクターレベルの、レンズフィーチャーなんで、編集距離のことなんですけど、これを適用するというのがこの点です。で、下の表が、SMT の性能をした結果で、最終的にこのキャラクターレベルのデンスフィーチャーを加えることで性能が上がって、これまでのステートオブジェクトなフレーズベース SMT よりもいい結果を出しています。で次に NMT の説明です。NMT の、ベースのモデルはこちらに書いてある通りで、ここに、言語モデルのスコアをこう足し合わせるというふうな先行研究があるのでそれを使います。でプラス RNNLM って書いてあるのがその候補を生成するときに NMT のスコアだけじゃなくて言語モデルのスコアも足し合わせて評価しようというのがこれです。で下の NMT×4 というのが、これもその NMT をアンサンブルで学習させる評価出力するっていうのが、過去に提案されているのでそちらを使います。でこちらの結果がこの NMT の評価で、言語モデルを組み込むっていうのと、あとアンサンブル学習を行うので、高い性能を出しています。で、これまで説明してきた SMT と NMT のモデルを使って、その2つを組み合わせた、訂正手法を行います。で3つの組み合わせ方があります。で1つ目が SMT と NMT のパイプラインでつなぐって話ですね。 SMT にまずインプットを加えて、そのアウトプットを NMT のインプットとして、入力してアウトプットを得るっていうのがパイプラインです。
2つ目のディスコアリング with NMT のが、まず NMT に入力した後に、1000個の、出力候補群のリストを出して、そこに、NMT で学習したそのスコアと RNNLM のスコアを足し合わせて、もう一回そのスコアを、並べ替えて、まあ、リストを作って、そこからアウトプットを出力するっていうのがディスコアリングです。で3つ目が、それらを組み合わせて、プラススペルチェックの機能を加えたモデルです。でまず、先ほどの、ディスコアの SMT に入力して、その後に、キャラクターレベルの SMT でスペルチェックを行って、その出力を NMT に渡してアウトプットを得るというふうな、手法です。これらの結果がこちらです。でまず、上の段が、パイプラインを使った手法で、まあ、そのこちらの M2 スコアを見てもらいたいんですけど、まあ、性能が上がってるんですけど、特にそのリコールの部分がすごい上げることができています。でそれに対して2つ目の段のディスコアリングの方では、まあ、性能が上がってるんですけど、特にプレシジョンの値が、先ほどのパイプラインと比べて上がってて、逆にリコールを下げている、リコールを犠牲にしてプレッシャーを上げているというふうな結果です。で、まあ、この2つの特性を持つ、組み合わせ方をうまくこうプレッシャーとリコールの、トレードオフをうまく扱いたいということで、この3つ目の、それを組み合わせたモデルがこちらの結果です。でこれを見ると、まあ、全体的にスコアが上がってて、まあ、プレシジョンとリコールのその隔たりも、まあ、ちょっと良くなってるかなというふうな気がします。でこちらの結果と、このヒューマンアベレージっていうのが、人手評価の結果なんですけど、まあ、人手評価というか、このル2014のテストデータに対して、10人のアノテーターが実際に、直した分をこの自動評価にで評価したのがこちらの結果ですね。でそれと、提案手法の結果を、まあ、比べて72.15 と 72.04 でその差がそれがすごい近い値になっていて、まあ、過去の提案手法のスコアとその人手のスコアと比べても、その人の評価とすごい近づいていることが分かります。はい、以上で発表を終わります。